のゲストはイホマさん。書きたい字は水地の巫女って読むらしいです。水地の巫女。今日はね、とある漫画についてなんか教えてくれるらしいのでとっても楽しみです。それではつなぎます。全然つながんないです。あー申し訳ないな。こんなにつながらないのはちょっと初めてですね。お、いけそう。こんにちは。もしもし。あー聞こえた。あ、こんにちは。あ、つないがありましたね。はい、やっと。あ、よかったよかった。すいません。よかったです。お待たせしました。いえいえ、よし、お願いします。お願いします。じゃあね、軽く、はい、お名前と年だけ言ってもらって、はい、挨拶して始めたいと思います。はい、今ほと言います。39歳です。ちょっと待って、私すごいひどい、ちょっと気づきましたこれ今。あ、待ってくださいよ、自分が間違ってます。合ってた？合ってます。もう緊張しすぎてわけわからない。今日書きたい字ちょっと教えてもらっていいですか？はい、水地の巫女です。これちょっと調べたらなんかヘビメタバンドが出てきたんですけど。あ、そうです、そうです、合ってます？そうです。はい、それでこの字が何、かっこいいから書きたいなってことです？そうです、かっこいいのと、あと歌詞の意味とか。はい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 、はい、なるほど。そんな推しがいっぱいありそうなんですけども、今日喋ってもらう推しのテーマ自体は何ですか？あ、今日はマスター・キントンっていう漫画の、まあ、アニメにもなってるんですけど、うん、これね、なんでこの漫画がなんか中でも推しなんですか？そうですね、まあ、いろんな漫画好きなんですけど、これ多分中学校ぐらいだったと思うんですけど、うん、たまたま夜更かししてて、で、まあ、そろそろ寝るかって時にチャンネル回してたら見たことないアニメで見てたんですよ、はいはい、面白くなかったらすぐ寝ようって思ったんですけど、うん、まあ、気づいたらもうがっつり30分見ててすごい面白かったんで、漫画があるっていうのを知ってとりあえず1巻だけ買ったんですよ、はいはいはい、最初のページで早速速攻で人が死んだんですよ。やばいな、10秒ぐらいラグがあるかもしれない。もう一回つなぎ直した方がいいですかね、一回切って。そうですね、ちょっともう一回いきましょうか。ちょっと一回切りますね。いや、こんなにつながんないの初めてだわ。少しはラグ3秒ぐらいになりましたね。うんうん、あ、オッケーオッケー、喋れるようになったな。大丈夫ですね。すいません、話の腰を折りまくって。はい、全然もうしょうがないです。これもう不可抗力でどうしようもないですよ。いや、今日ね、イホマさんでよかったと思って、これ他の人だったらね、マジでやばい空気になりますよ。本当に本当に、めっちゃドキドキした、さっき。よかったよかった。かっこいい字が書けてますけど、それ OK な字ですね、もう。そう、もうこれ先に言っちゃおうかな。この上と下のところ、はい、今ね、極端に言うと、こうなってるんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。上と下の長さを一緒にすると。そうですね。ちょっと違うかな。すごいすごいすごい、めっちゃいいですね。めっちゃ上手。素晴らしいです。アドバイスが的確ですね、さすがですね。いや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 、もうごめんなさい、さっきからもう話がね、もうぶっつぶつになってるんですけど。え、それってその、要はアニメスタートだったわけですよね、マスターを聞いて。そうですそうです、うん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 、そうですそうです。なんかその当時でもさらになんかそれこそタイムラグがあってアニメ化されたような漫画だったらしくて。あ、はいはいはい。今回お話ししようと思った時にそのマスターキートン調べたんですけど、あの、はいはい、そう、漫画はね、残念ながら読めず、でアニメも私が普段見てる配信サイトではね、配信してなかったんで、はい、そのウィキペディアでバーって見てきたんですけど、なんかキートンの経歴がすごいややこしいじゃないですか。そうなんですよ。どういう人なんですか、そうなんですよ。あれは3つぐらいの顔があって、そうそう、肩書きがいっぱいあるの。はい、1つがまあ簡単に言えばその考古学者で、まあ、大学の講師をしていると、はい、2つ目が元英国軍人でサバイバルに関するすごいエキスパートで、ものすごいあのレベルの軍人っていう経歴もあって、まあ、今は辞めてるんですけど、うん、はいはい、で最後に、まあ、物語の一番なんて主要な役柄というか、保険がちゃんと支払われる対象かどうか調べるみたいな探偵の仕事をしてるんですよ。あ、これがメインなんですか一応。そうですね、そうです。保険金の詐欺とかがあったりするから危険な仕事なんですけど、その、うん、キートンを殺されそうになったりするんですよ、うん、その邪魔なやつが調べに来たぞみたいな感じで、はい、あ、なるほどねなるほどね。語学もなんか英語以外にも多分6カ国語7カ国語で喋るんじゃないですかね。そんなキャラなんだ。はい、でそれだけじゃなくて、なんかその世界各地 の、 その文化とか伝統とかそういうのにもすごく詳しいんですけど、まあ、考古学の関係かもしれないんですけど、うん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 、それで、あ、すごい人だなっていうふうに思いましたね。
で、そこでもあれですか、ハマってて、最初単行本最初だけだったけど、もう全巻揃えていったんですよ。あ、そうなんですよ。それ一巻だけ買ったんですけど、うんうんうん、年末ぐらいだったと思うんですよ、はい、で、お年玉全部追加に多分全巻揃えたんですよ読みまくりましたね。当時読んでる子いました？周りに。見なかったですね。多分誰も知らないんじゃないですかね。あ、そうなんだ。え、じゃあそれはなんか、うん、その友達に共有したりとかはできてないってことですよね。あ、ないです、ないですなるほどね、うん、もう一人で楽しんでましたねなんかそういうこう多分誰も知らないだろうな周りの人って思ってる作品ほど結構没入していきますよね。うんうん、そうですね。みんな多分メジャーどころで盛り上がってる中、この一人でキートを読んでたって感じだと思います当時何が盛り上がってたのかあんま分かんないですけどね、うんうん、まあ、多分やっぱジャンプに連載されてるものとかみんな好きなんじゃないですかね。そうですよね。当時ってジャンプなんだ、スラダンとかなんだろう、ドラゴンボールとかかな、やってましたかね。ドラゴンボールもやってたかもしれないですけど、どうなんだろう。え、これ自体はなんか小学館のなんかビッグコミックスかなんかじゃないですかね。多分子供が買うような雑誌じゃないですかね。そうですね。散髪屋とか行ったらそう、なんかそんなイメージ。多分そういう系ですよ。そんなイメージ、そうそうそう、そう、うん、結構だからターゲット上ですよね。うん、中学で読んだけど多分社会人向けの漫画みたいな感じじゃないですかね。え、だから中学生でよくそれハマりましたよね。考えをさせられるというか、新しい知識が得られる漫画みたいな。ああ、なるほど。この間あれお試しで雑談してましたけど、はい、すごいその時もその伊本さん感じたんですけど、はい、何でもこう吸収したいみたいなところあるじゃないですか。あ、そうなんですよ。だからそのマスターキートンもそういう要素があったから、ね、なおさらこうハマってったんでしょうね。そうですね。それあるでしょうね。面白いそれ。ちょっと一回、水地の地位っていいですか？竜ですね。竜ね。この入りをもうちょっとだけね、斜めにすると潰れやすくなるので。潰れやすくなる。そうそうそう。下にスペースができるんですよ。あ、なんかバランスがおかしくなりました。いやいや、いい。いや、いいですよ、いいですよ。なんか左と右で離れたみたいな感じになってますね。あー、なるほどね。月をもうちょっとだけ右に寄せても変じゃないし。あー、そうかそうか。そう。でも結構綺麗ですよ。あー、ありがとうございます。素晴らしいです。佐古先生のなんかの動画の回で見たんですけど、はい、ありがとうございます。ひらがなってもともとなんか漢字から来てるって言われてたじゃないですか。そうですね。のは何か元になった漢字ってあるんですか？のはね、これ。ああ、そののなんですね。そう、これのこの線が残ってこうなってこうなったの、はい、ああ、なるほど。言われたら、あ、確かにそうだと思いますね、うん、よし、でものはこのままいっちゃってもいいですかね。はい、こう来て一回ちょっと止まるんですよ、はい、筆が止める止める。そう、書いてみますね。はい、お願いします。あ、いい、すごい、めっちゃかっこいいな。私の字より綺麗だと多分これバッチリですよ。大丈夫ですか？はい、 OK です。もうサラサラいけますね、はい、それ今日横に置いてあるのは何ですか？